右翼、A、ライト、ウィング、ライティスト、ザ・ライトとは、左翼の対立概念であり、保守主義、反動主義、排外主義的な思想や運動、または、革命、急進に対して、反動、前進を志向する、政治力や人物を指す。概して反共産主義、反社会主義、反民主主義、国家主義、超国家主義の精神やイデオロギーを持つ、結束主義、ファシズム的集団や人物を意味する用語。一般には、ドイツのナチス、イタリアのファシスト、日本の超国家主義者などが、その代表をという。右翼は政治においては、特権階級による特権の維持を目指すための、社会制度を支持する層や、体制、身分、名誉、伝統的な社会格差や、価値観の構造を維持することが目標として定まられている社会運動を指すとされ、社会秩序や社会的清掃への支持を表すためにも使われる。保守、愛国心、国粋主義的な思想を含むとされる。類義語には保守や主給など、対義語には左翼や革新などがある。右翼と左翼の用語は歴史的にはフランス革命に由来する。右翼は、フランス革命期の国民議会、1789年7月9日から1791年9月30日において、旧秩序の維持を支持する勢力、王党派、貴族派、国教派などが、議長席から見て、右側の席を占めたことから、左翼は、反対の左側に、旧勢力の排除を主張する、共和派、急進派が陣取ることから語源となった。続く、立法議会、1791年10月1日から1792年9月5日においても、右側に立憲君主派であるフリアン派が陣取ったのに対して、左側に共和派や世俗主義などの急進派、ジャコバン派が陣取った。右翼という語は、超党派による1815年のフランス王政、復活の後、よく使われるようになった。右翼は、社会主義と対立する保守主義、反動主義を日本では指した。また、左翼が共産主義や社会主義を目指す勢力を指すのに対して、右翼は左翼勢力に反対して、新自由主義といった勢力や国家主義、民族主義、国粋主義を支持する勢力を指す。右翼とは、一般に自国や自民族が持っている元来の文化、伝統、風習、思想等を重視した政治思想を呼ぶため、国や時代や立場によっても、右翼と左翼の位置づけは異なり、一概に右翼といっても、多種多様な主義主張がある。例えば共和主義や自由主義は、フランス革命後の議会では、王党派との対比で左翼と呼ばれたが、19世紀後半からは、社会主義との対比で右翼と呼ばれることが多い。世界の右翼に、ほぼ共通するイデオロギーや精神的傾向を丸山真男は国家的中世、反戦平和運動に対する反感などを10項目にわたって挙げている。イギリス、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどの欧米資本主義諸国では二大政党制のもと、それぞれの党が保守派と革新派とで明確に分かれており、これらは右翼、左翼と区別して認識されている。ただし、アメリカはマッカーシズムや赤狩りといった反共主義の政策により左翼と見られることを忌避する傾向が強いため、非常に小さ勢力ながらアメリカ共産党が存在する革新派はリベラルと名乗る場合が多い。右翼の強硬派または急進派、過激派は極右と呼ばれる。一般にはイタリアのファシズム、ドイツのナチズム、特に第二次世界大戦後はネオナチなどの極端な自民族優越主義、人種差別主義、排外主義などを指す場合が多い。しかしファシズムやナチズムには社会主義の影響も強く、また排外主義は必ずしも伝統的な権威や伝統を重視しておらず、伝統的な保守派や右翼思想とは相違点も多い。日本の右翼思想の源流は、江戸時代後期の国学者が標榜した国粋主義や広告士官、水戸学、平野国臣らなどが挙げられる。明治時代以降、大正、昭和期にかけて戦前の代表的な右翼団体には大アジア主義を掲げた現用者、対ロ主戦論や日韓合法論を主張した黒竜会、また天皇新制を掲げた昭和維新運動などが、戦後伝統右翼の理論家であった大東塾の影山正治を赤尾聡は純粋性を保持した日本主義者と評価し、松本健一は日本=原理主義運動とし、自身では民族派運動を呼称していた。戦前の日本からの保守、右翼は敗戦後非占領期にあって連合国軍、最高司令官総司令部、GHQ、スキャプにより公職追放を受けた。しかし、朝鮮戦争の発生に伴い、日本を反共主義と封じ込めの防壁化するために政策が転換された、いわゆる逆コースに伴い、旧軍人や活動家を中心に右翼が復活した。現在の日本における右翼のイメージは、旧日本軍の軍歌等を大音量で流しながら、黒塗りの街宣車で街宣活動を行う、暴力団系の街宣右翼に代表される。これらの暴力団系の右翼団体を、暴力団の隠れ身のか、営利組織であり、本来の右翼ではないという否定的ニュアンスで、右翼標榜暴力団、エセ右翼と呼称する場合もある。日本社会で伝統的に差別されてきている在日朝鮮人、在日中国人、部落民などの出自を持つ人がヤクザの中に多いと、ザ・ジャパン・タイムズのエリック・ジョンストンは指摘し、このために、排外的、差別的傾向のある右翼とヤクザとは相入れない関係にあると述べた。また近年では、マスメディアによって、外宣右翼は在日韓国、朝鮮人が多く、一般市民に対して、日本国旗や天皇、自衛隊等へ対する嫌悪感を植え付けるのが目的、という主張も見られるようになった。警察白書では、公安の維持として、左翼勢力に次いで、右翼の動向を掲載している。今日では、街宣活動やG活動を専門に行う右翼がおり、暴力団まがいの活動を行い、あるいは暴力団が政治団体として右翼と称している事例も多い。警察学の中で語られる右翼は、基本的に民族主義的で、排外主義的な主張に基づく市民活動であり、攻撃対象を執拗につけ回し徘徊し、あるいはテロリズムの元凶として、公安警察の死の対象とされるものである。同様に、公安調査庁の情報収集対象にもなっている。中国においては、民主集中制の社会主義思想に基づいた大規模な官製デモが共産党により企画される。愛国的な風潮を扇動し、共産党に動員された学生を中心とした大規模な反日デモや動画が発生した。愛国無罪を主張、日本大使館や日本料理店への襲撃などが特徴として挙げられる。政府も、また、格差拡大など社会問題のガス抜きとして、共産主義に矛盾しない形で、愛国、反日教育を推進している。また、中国の一般ネットユーザーは、日本のネット右翼と同じ意味の、クソ青というフン青の正反対の意味でも使われている。最近では、尖閣諸島や南沙諸島などの領土問題などでさらに活発化している。また2012年9月の反日デモでは地方と大都市でのやり方が変わってきている。上海では胡成功旗とブラカードを掲げて行進する日本の行動する保守と近い形のものだったが、調査ではデモ参加者が暴走し、公安との衝突や平和堂での略奪、放火、破壊行為などが見られ、一部では日本車やベンツを破壊する人まで続出した。第二次世界大戦後長らく南北分断による北朝鮮の脅威に対抗するため、反共主義という共通目標から日本の右翼と親しい関係にあった。また1990年代以降は、反日親北の強い左翼勢力が拡大し、右翼は迫害される一方となった。2000年代にニューライトと呼ばれる新右翼が誕生し、アメリカ、日本寄りの姿勢を強めている。現在は、親日派の右翼も存在する一方、愛国主義を過激に持つ、排外的な右翼も増え続けている。主に攻撃対象は、日本、中国、北朝鮮、台湾、アメリカである。朝鮮労働党の一党独裁政権下にある北朝鮮は外部からは不明な点が多く、政府に独断で愛国活動を行う右翼勢力の存在は確認されていないが、2002年に北朝鮮政府が日本人拉致を認めたには一部の英雄主義者の犯行として処理したことがある。近年、モンゴルでは極右勢力が極端な反中国人運動を展開している。中国人の男性とネタとの理由で、複数のモンゴル人女性の頭髪を丸刈りにしたり、中国と関係が深かったモンゴル人を殺害する事件も起きている。モンゴル首都のウランバートル市内には、ハーケンクロイツのマークとともに、中国人を射殺せよとする落書きも多く見れる。代表的な極右団体としては、フフモンゴルなどがあり、構成員は数千人とされるが、人口270万人のモンゴルでは相当な人数である。モンゴルでは3団体が極右団体に指定され、これらの極右団体が掲げる第一の敵は中国であり、経済、文化などあらゆる面で外国の影響を拒絶している。鉱山開発や建設事業で中国の影響力が増したことも、モンゴルの排外的民族主義を強める一因だと指摘する専門家もいる。200年にわたって満州族に支配された歴史を持つモンゴル人の中には、中国マネーがもたらす新たな繁栄への期待よりも中国の野心に対する警戒心の方が強いという見方もある。モンゴル科学アカデミー国際研究所のショルフードルジは、モンゴルに来る外国人、主に中国人の違法行為に対する彼らの自警団的活動は、モンゴル全体の支持を得る可能性がある。それこそ真の脅威だと指摘している。ヒンドゥー至上主義者団体が存在する。ヒンドゥーナショナリズムの項目も参照。2008年にはオリッサ州においてキリスト教徒に対する暴動が発生している。2009年には熱狂的なヒンドゥー至上主義者団体がインドの文化に反するという理由で、バレンタインデーを祝う人々へ襲撃予告を出したことがある。2010年の民政移管後に969、運動などの仏教過激派、民族主義団体が目立つようになっている。奴隷制の負の遺産として、白人至上主義が歴史的に存在しており、クークラックスクラン、ミリシアなどの団体が公民権運動の成果である、マイノリティ擁護政策や移民増大反作用として有色人種をターゲットにし暴行を加えるなど様々な問題も抱えるヘイトクライム。近年では同種の主張をする団体は KKK も含め衰退の一途をたどっているが、保守的な傾向のある地域では上記のような差別思想も根深く残っている。最近はオルトライトという右翼思想の一種が主流の保守主義への代替案、オルタナティブとして出現した。共和党の第45代大統領ドナルド・トランプを支持し、アメリカ合衆国大統領選挙でのトランプ当選に役割を果たした運動だとされる。近年の欧州連合では、排外主義の政治勢力が右翼、または極右というレッテルを貼られることが多い。移民の高い失業率や貧困、犯罪といった問題、多文化主義政策の失敗により、非欧州系やムスリムの移民と在来の住民との摩擦が激しくなり、各国で右翼勢力の存在感が高まっている。なお、イタリアの北部同盟やオランダのフォルタイン党などは、反移民を主張することから、右翼政党と定義されやすいが、これらの政党は反グローバリズム、地域主義色が強く、国家を地盤とした既存の右翼勢力と同一視することは適切ではない。欧米においては、ファシズムやその暴流を主張する勢力も、戦前への回帰という点や、その主張が現代の基本的な政治的選択肢から著しく逸脱した主張を行うことから右翼、ないし極右と評価されることが多い。彼らは、ポストファシズム、あるいはネオファシズムと呼称される。ただし、ファシズムはその理論的基礎に社会主義の理念を多分に含んでいるため、従来の保守主義とは異質なものとみなされることも多い。いわゆるネオナチもドイツにおけるネオファシズムと分類される。しかし、ネオナチはナチスが劣等民族とみなしていたスラブ人による東欧、ロシアでの浸透が見られ、本来のナチズムとは別物とみなされることもある。ドイツの右翼はネオナチの勢力が最も有名であるが、ナチズムに対して否定的な右翼も多い。ナチス系の右翼にはナチス的だが反ヒトラー派があり、また保守革命の系譜とされる諸派、例えばコンスルなどの流れを引く右翼は反ナチ系の極右である。なお、ネオナチはトルコ等からの移民を攻撃対象にする傾向にある。イタリアにおける新しい右翼思想としてネオファシズムが勃興している。その影響でベニート・ムッソリーニの再評価も行われた。旧君主党など王政復古つまりサヴォイア家復興を目指す王党派も存在し、両者はしばしば協力するが、完全に一致しているわけではない。国民連合が近年伸長著しい。同政党は移民、とりわけ旧植民地のアラブ系とアフリカ系黒人の排斥、人口妊娠中絶反対を唱えている。フランスでは、アクションフランセーズに代表される王党派右翼が王政廃止後も長く影響力を持ったが、現在ではほとんど消滅してしまっている。イギリス国民戦線が存在し、外国人移民排斥やアイルランド奪取などを訴えている。保守党系列のテロ集団アルスター義勇軍などもある。また近年反ムスリムの極右政党、イギリス国民党、略称 BNP が支持を伸ばしている。2009年にはイングランド防衛同盟という極右組織が活発になってきている。主にイギリスにいるムスリム移民の完全な排斥を最大の目標として掲げている。類似の組織はノルウェーやデンマーク、ベルギーにも存在しており、各国の反イスラーム勢力とインターネットを通じて連携を取り合っている。ネオナチ政党、フラームスベラング、フランデレンの利益が台頭しつつある。国政においても一定の勢力、議席、支持者を持つ。1986年、元ナチス将校であったクルトヴァルトハイムが大統領となり、欧米で問題視された。1989年連立内閣の一員であったオーストリア自由党党首に、親ナチのイエルクハイダーを出して、オーストリアがヨーロッパから孤立しかけた。後に連立解消するが、現在でも自由党及び自由党から分かれた、オーストリア未来同盟は一定の議席を持ち、ケルンテン州では与党になっている。1936から39年のスペイン内戦では、ドイツ・イタリアがファシズムに極めて神話的なファランヘ党などの反共和国勢力を支持した。また他のヨーロッパ諸国も不干渉を口実に傍観した。共和国政府を倒し勝利したフランコは、第二次大戦においては、枢軸国との距離を置いて中立を宣言し、難局を乗り切った。欧州にあって、例外的に1975年まで円満に政権を維持した。ウラジーミル・ジリノフスキー率いるロシア自由民主党が知られている。ソ連崩壊後の急激な資本主義導入により、経済発展から取り残された市民に支持されている。アラスカ返還論、核攻撃論、北方領土非返還論など奇抜かつ過激な論調が、かえって国民受けしている。イスラム社会の世俗化、西欧化、アメリカニゼーションに対抗する形で、イスラム原理主義が一定勢力を持っている。また、パレスチナ問題の未解決は、イスラエル寄りでシオニズムを自するアメリカ合衆国への不信感を招き、反米の様相テイス一員となっている。ハマス、ヒズボラ、ムスリム同胞団、タリバンなど、近年には、イラク戦争を後始として、これに対テロ戦争が加わった。イランでは核問題などと絡みアフマディネジャド大統領など強硬的言動を行う政治家が存在する。なお、歴史的にキリスト教徒の多かったレバノンにおいては、マロン派キリスト教徒の一部が自分たちのアイデンティティをアラブよりも欧米に求める風潮が強く、フェニキア主義と呼ばれる独特の宗派主義が生まれた。こうした政治家や政治団体は1980年代までレバノンの国勢に大きな影響力を与えており、現実的な利権も絡んで1975年のレバノン内戦につながった。旧約聖書など、ユダヤ聖典で唱えられる、大イスラエル主義、約束の地はすべてイスラエルのものであるとする思想が、右翼政党、イスラエル我が家やユダヤ原理主義聖職者のみなず、政権とリクード内部にも存在している。彼らは、自分たちイスラエルは、世界中からユダヤ難民を受け入れたのだから、アラブ世界がパレスチナ難民を収容すべきだと主張する。また、パレスチナなどもともと存在しないのだから、イスラエルに住むアラブ人は全員市民権を剥奪するか、国外追放すべきであるという主張も一部で支持されている。イスラエルにおける右翼の代表的人物に、モーシェ・ファイクリン、アビグドール・リーベルマン、カハネ主義を唱えたメールカハネなどがいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。